スペインを一周するグランツール、ラ・ブエルタ。第18ステージは超級のアルトゥーデル・ガモニテイル山頂フィニッシュとなるクイーンステージです。十分に難所と知られる2つの1級山岳を越えて、ボーナスタイムのかかった2級山岳を終えると超級のガモニテイルが待ち受けます。途半距離 14.6km で平均勾配 9.8%、 フィニッシュにかけて勾配が厳しくなっていくという難関ステージ。果たしてログリッチの牙城を崩せる選手は現れるでしょうか。超級の山岳ステージ、総合争いに関係のない選手にとっては逃げにステージ優勝の望みを託します。20キロほどを走って32名の選手が先頭集団を形成します。山岳賞2位の DSM のストーラーはしっかりとここに入りました。メイン集団のコントロールはバーレンビクトリアス、荒城幸也がこの超級山岳で集団コントロールをします。先頭グループでは DSM のアレンスマンがストーラーのために献身的にペースメイクをしています。その動きに報いたいストーラー、1級山岳を先頭で通過します。これでチームメイトのバルデを抜いてバーチャルで山岳賞トップに躍り出ました。そのままストーラーは独走開始、後続の選手たちとの差を下りでさらに開いていきます。残り40キロでメイン集団ではモビスターが牽引を開始します。さらには UAE チームエミレーツがペースを上げて、ストーラー以外の逃げの選手たちをすべて吸収します。そして超級山岳、アルトゥーデル・ガモニテイルがスタート。メイン集団から飛び出していた山岳賞ジャージを着るバルデは集団に戻りました。残り10キロ、メイン集団からまず飛び出しを見せたのは UAE のデラクルズとアージェ・ドゥゼルのブシャール。それぞれステージと総合トップ10入りを狙った動きでしたが、デラクルズが快調、ブシャールを振り切って単独でストーラーを追いかけます。残り7キロでメイングループのコントロールはアンテル・マルシェ、メインチェスのためにヒルトがペースを上げます。デラクルズはストーラーに追いつきました。ここまで逃げてきたストーラーにはさすがに疲労の色が浮かんでいます。この後ストーラーは先頭から脱落しました。メイングループからまず仕掛けていったのはこの日もイネオスのベルナルでした。このペースアップで総合4位のヘイグ、総合7位イエーツ、総合10位のメーダーが遅れ始めます。ベルナルグループからは総合3位モビスターのミゲル・アンヘル・ロペスがアタック。一気に先頭のデラクルズを捉えました。ログリッチやベルナルたちに対して30秒差を稼ぎ出しています。残り2キロでマイオルホのログリッチも追走のペースアップ、これを総合2位のマス、そしてベルナルが追いかけます。単独先頭のロペスはステージ優勝に向けてフィニッシュに近づきつつあります。2番手グループからはベルナルがペースを上げますが、ロペスの背中は見えてきませんでした。フィニッシュ手前は 17% の激坂、しかしそれに屈せず霧に包まれたガモニテールを制したのはロペスでした。そして2番手パックから先行したのは赤いジャージ、マイオロホのログリッチがマスとベルナルを置き去りにして2位でフィニッシュ。マス、ベルナルとそれぞれ続きました。ヘイグはこの日もタイムを失う形で5位でフィニッシュ。デラクルズ、メーダー、メイチェスまでが同タイムで入っています。ここまでにも再三攻撃を仕掛けてきたロペス、2日続きのクイーンステージで見事その途半力を見せつけました。ステージ結果です。ロペス、ログリッチ、マス、ベルナル、ヘイグ、デラクルズ、メーダー、メインチェス、ここまでが同タイム、クス、イエーツというトップ10になりました。難関山岳の2日間でマイオロホを切るログリッチに死角なし、完璧なレース運びで3連覇へ大きく前進を果たしています。総合成績です。5位につけていたマルタンが9位まで順位を落とした他には変動はありませんでした。ステージ優勝を飾ったロペスはチームメイトで総合2位のマスまで23秒差まで詰めました。そして山岳賞はこの日のポイント獲得によって DSM のストーラーがチームメイトのバルデから引き継ぐ形で獲得しています。最終の山岳賞に向けても DSM がいいポジションを占めています。
第19ステージはタピアからモンフォルテデレモスまでの 191.2km、 起伏に富んだコースは逃げでステージを狙う選手たちのためのものと言えるでしょう。総合勢にとっては一息入れたいステージですが、なかなかそうならないブエタ、また慌ただしい展開になるでしょうか。 GCN プラスではグランツールのハイライトのほか、数々の男女トップレースをライブで配信中。ぜひサブスクリプション登録をして、ヨーロッパのロードレースを余すところなくお楽しみください。